はい、やってまいりました。CS ダイアリー復活第1回目ですね。トータル何回目かちょっと記憶にないので、後で調べておきます。はい、そんなわけで今回紹介するのは白、黒、青ですね。ドロマーからの GOD になります。以前白緑 GOD を紹介したと思いますが、その時と全く同じ制作者の杉さんが、開発されました。なんとですね、このデッキ超 CS ベスト64入りを果たしております。超 CS っていうのは、7月8日に行われたですね、1000人規模の大会なんですが、これでベスト64なので、まあ、かなり戦えるデッキとなっております。で、早速ですが、構築について解説していきたいと思います。まずですね、ベルリンミラク、に、コスト税が、合計6枚入ってますが、まあ、ベルリンは、有名なハンデスメタですね。呪文とかで選ばれないので、デモンズライト避けます。なので、ハンデス側からしたらベルリン除去しようとしたら、あれですね、勝利のガイアルカイザーでぶつけないといけないんですが、リバイブホールとかから生姜出してぶつけると、5ターン目の動きが要はなくなるわけですね。5ターン目のハンデスする期間が失われるわけですので、その間にお使いやデモンズなので、引くことができます。で、隣ミラクですね、このカード意外と今の環境にかなりマッチしておりまして、例えばですね、最近のジョーカーズ、万次郎っていうカードが入るんですけど、2コストでやったれマン出して、まあ、あればですけど、ニアリゲットとかでドローを重ねて、3ターン目に2コストのクリーチャーから、直接万次郎に進化。で、万次郎攻撃時にナッシングゼロを絡めて、いきなりダイレクトアタックを狙いに行くっていう、ちょっと本当にタチの悪いデッキがあるんですけど、このデッキの、要は3ターン目に殺しに来る動きに対して、2ターン目にミラクを展開することによって、相手のこの万次郎をブロックすることができます。で、ミラクエスケープ持ってるので、縦1枚手札に加えたら、ミラクは死にませんということで、かなり強いです。で、隣、お使い4枚、デモンズ4枚。お使いは特に言うことないので、デモンズについて軽く解説しますが、最近やっぱ横に並ぶデッキが多いので、ウィニー除去として、おそらく今の環境かなり強いカードだなと思います。単純にですね、バスターとか、これ難しいところなんですけど、まあ、デアリバスターとかに対して、あいつらって結構横並びするカードがいるわけですよ。まあ、解体ジェニーもなんですけど、まあ、そういう小型銃に対して、こう、当てることができますので、まあまあ、相手の横の盤面をこう、あんまり広げずに済むということで、あんまりですね、横に広げさせすぎると、そのラフレル込みでフルパンしてくる可能性があるので、そのラフレル入れるだけでですね、このデッキトリガー半分腐っちゃうので、まあそこを防ぐこともできます。で、隣、墳墓が2枚ですね。これはまあ、初見殺しにもなりますし、ある程度知られてても刺さるときは刺さります。墳墓ってやっぱどうしてもケアしにくいとこがありますので、で、あと最近は本当に 4×10 に近い構築のデッキが張り合ってる傾向もありますので、このカードは結構刺さります。で、隣、テックダンとホーリーですね。こいつらはもう、まあ代表的なシールドトリガーなんであまり言うことはありません。その隣にギャッツビーですね。ギャッツビーはまあ9コストでドロー&盾の追加が行えるということで、受けにも攻めにも使えるすごい優秀なカードです。ではい。で、隣がですね、チュートピアになります。チュートピアは、誰も手札からしかクリーチャーをバトルゾーンに出せないということで、まあ、超次元系の、カードを大体メタることができます。ただ、ガローズホールとかだと、先に手札に戻されてからレッツゴーされちゃうので、まあ、そういう時はですね、サファイアウィズダムとか、スペルデルフィンか。スペルデルフィンとかで封じてもらえばなと思います。で、隣のサファイアウィズダムですが、相手がクリーチャーを召喚した時、または呪文を唱えた時、カードを2ドローできます。で、相手はですね、自分の手札の枚数以下のコストを持つクリーチャーを召喚できませんし、呪文も唱えることができないということで、自分の手札の枚数によってはかなりのロックを誇ります。お使いやデモンズライトで一気に引くことによって、このサファイアウィズダム生きる場合があるので、多分強いです。で、右上の、右から2番目ですね、レオザスターになります。このレオザスターですね、自分の他のクリーチャーが場を離れるとき、エンジェルコマンドかな?自分の他のエンジェルコマンドが場を離れるとき、代わりにバトルゾーンに留まるっていう効果が書いてあります。これ何に使うかっていうと、オニカマスですね。オニカマスメタになります、こいつは。まあ、環境のオニカマスの枚数と相談して増減考えられるかなと思います。はい。で、隣ジオですね、4枚。まあ、これは格なので特に言うことありません。隣のジオ D も4枚確定です。はい。で、まあ、そんなわけで、総評してみますと、このデッキはおそらく普通に環境戦います。それもかなり、強いと思ってます。もう、なんか GOD で、ロマンを求めている方は、ぜひ作ってみてください。では、以上でお疲れ様でした。